情報システム学科では情報技術と情報デザインについて幅広く学ぶことができます。また日々の学習において自分に合ってることや学習したいことを見つけることができる学科だと思います。高校の情報の授業でしかパソコンを触ったことがなくて、入学した時は本当に何もわからない状態でしたが、授業はそれぞれのレベルに合わせてくれて、初心者にも優しいところがいいと思います。やっぱり学ぶことが幅広いので、自分が得意なことが見つかったら好きなことについてとことん勉強して進んでいける環境が整っています。僕はいろいろ開発をやってきてるんですけど、例えば東大の先生が主催されていたハッカソンに参加したり、チームでものづくりをするのがすごく楽しいなって思ってます。また今までやったことがない技術を触った時に、昨日動かなかった部分が動くようになったりするところが面白いです。企業インターンシップでシステム開発の会社に行って、営業活動の記録をもっと簡単に共有したりできないかという課題をお客様にヒアリングをして、こういうとこで困ってますというところをちゃんと聞いて理解して、ただ手を動かすんじゃなくてヒアリングしたことを大事に考えて作っていくということが学べて楽しかったです。私は新規事業をやってみたいと思っています。新しいことをするのが好きなので、新規事業の立ち上げから自分で引っ張って成功させたいという思いがあります。モチベーションの低いメンバーでもやる気にさせられるようなリーダーを目指したいと思っています。私は大学院でプログラミングを学ぶ予定です。画像生成 AI を勉強しているので、将来は画像関係の IT 企業へ就職したいと思っています。直接的に人に役立ったりとかはわからないんですけど、その技術を使ってもっと医療画像に役立ったりとか、防犯関係で画像を使ったりとか、そういうので人の役に立てればいいなと思っています。